ルルジュール・フェリー・ジュール・フランス・ワカミー・ユ・フェリーは、フランスの政治家。第三共和制の下で首相を二度務めた。初等教育の無償化、世俗化、義務化を実現した。1832年4月5日に、サンディエイ・コール・デイ・コール・ボーで生まれ、パリで法学を治め、1854年に、弁護士資格を取得した。しかし、フェリーはすぐに政治に関わるようになり、 ルタン紙など多くの新聞に寄稿してフランス大に、訂正を激しく批判、特に、セーヌ県知事ジョルジュジェーヌ・オスマンを集中的に攻撃した。1868年には、オスマンの幻想物語を出版して、オスマンの大規模開発事業を抗議した。1869年に、パリの立法院議員に当選した後、対独戦戦復刻に反対した。 1870年9月6日に国防政府よりセーヌ県知事に任命された。セーヌ県知事としては包囲戦の最中のパリの行政を担当、最後の一人になるまで市長に残ったことが後に称賛された。その後、パリコミューン期を経て1871年6月5日に辞任を余儀なくされた。1872年から1873年まで、 アドルフ・ティエールの任命により、在ギリシャ・フランス講師を務めた。しかし一方で、傍受験の代表として大議院議員に当選、共和派オポチュニスト等の指導者の一人になった。1879年2月4日に、共和派初の内閣であるウィリアム・アンリ・マディントン、内閣が成立すると、フェリーも入閣して、公共教育大臣を務めた。 いわゆるジュールフェリー法と呼ばれる一連の教育に関する法律の策定に取りかかる。教育省時代には私学による学位授与の禁止や許可を受けていない宗教団体の解散といった措置を講じた。その後、1880年9月23日から1881年11月10日まで首相を務め、初等教育の無償化や女子中等教育の拡充を行う。 シャルルド・フレジネ内閣の下で1882年1月31日から同年7月29日まで再び教育省を務めることとなり、来してと義務教育に関する法律や女子高等師範学校の設置及び女性に対するアグレガシオンの授与を実行に移した。教育政策に熱心だったフェリーは同時にフランスの植民地拡大を積極的に支持しており、 チュニジア侵攻の際には1881年にチュニジアを保護国化した。また、第一次マダガスカル遠征を集結した条約を準備したほか、コンゴ遠征やニジェール遠征を推進、ベトナムにも勢力を拡大した。1883年2月21日に始まる2度目の首相在任期にベトナム侵攻に際して中国との衝突を引き起こした。しかし、 清志富ツ戦争において、第二次乱ン攻勢という大失態を起こしてしまい、1885年3月30日に辞任を余儀なくされた。ただし、1885年6月9日に締結された講和条約である天津条約はフェリーの功労である。1887年12月2日に、ジュールグレビ大統領が辞任すると、大統領選挙が行われ、 フェリーも立候補したが、旧新共和派はフェリーへの支持を拒否。結局フェリーは、マリー・フランソ・ワ・サディ・カルノーを支持して選挙戦から撤退した。10日には、ブーランジェ運動の活動員の教団で負傷した。1890年に、元老院議員に当選、死去から3週間前には、元老院議長に選出された。1887年12月に受けた重奏が、 感知しないまま、1893年3月17日に死去した。死後、大議員は、フェリーの国葬を可決した。ありがとうございます。